すれも本当で、うつろないようで変わっていく君に戸惑ってんだけど、本音話した日と同じ月が僕らそっと照らしてる。姫様、帰る。魔王様が次期魔王候補を正式に城に迎え入れると宣言されました。Thank you.
ばらくお別れです。私は魔王様からの命により、魔王候補となった人物をお迎えに行ってきます。お迎え？わざわざ使者を出してお城に来てもらうんじゃダメなの？それが…何か問題があるの？いえ、ご心配なさらないでください。すぐに候補を連れて帰り、この状況を打破してみせますから。城が攻撃されています。何ですって？外にいる兵が動き出したようです。早くお逃げください。分かった。空はダメです。目立ちすぎます。じゃあどこから？地下から抜けましょう。こっちです。もう少し奥まで行って身を潜めましょう。この黒い心の塊のようなよどんだ空気は。ここってもしかして嘆きの森？それとはちょっと違う性質のものが混じっているように感じます。違う性質？はい、多分これは人間の匂い。特にその穴から強く感じるんです。抜け穴を通って人間界に行って、そのまま帰ってこない魔物がいるって聞いたことがない。聞いたことがあります。まさかこの穴が。
ところに落ちたら大変だよ。早くここから離れよう。ここに逃げ込んだぞ。必ず探し出せ。カイナ、早くここから逃げるわよ。城から初めて出た日に、まさか人間界まで来ちゃうとは思わなかったね。びっくりしちゃった。そんなのんきな。とにかく、ここを離れましょう。いつ魔界から追手が来るかわかりません。それもそうね。大丈夫か？どうした？どこか痛いのか？
下ろして、助けて。姫様、せっかく助けてやったのにな。あなた誰？いきなり誰かと尋ねられると思ってなかった。名前は名乗れない。おい、そこの黒猫。はい。ご主人様のこと、もうちょっとしっかり守ってやれ。強い魔力の匂いがします。魔力の？私にはわからないみたい。敵？いえ、敵は感じません。もしかすると人間界で暮らす仲間かもしれません。匂いをたどっていってみましょう。うん。人間の文字が読めるんですか？簡単な人間の文字くらい読めるよ。ちゃんとお城で習ったもん。どうやら人が住んでる場所みたいね。はい、この中から強い魔力を持った人物の気配を感じます。ところで姫様、ん？全くそういったものを感じませんか？姫様。
ですか？今話しかけないで。すみません。あのドアは何？そう、あのドアからもこっちと同じくらい強い魔力を感じます。すごい魔力です。お前、どうして？もしかすると、あなたは魔王候補では？あなたが魔王候補なの？お前、今魔力がないだろ。すぐにわかるさ。お前からは何の魔力も感じない。あるのは無防備で不安定な弱々しいオーラだけだ。なんでかわからないけど、なくなっちゃったんだもん。仕方ないでしょ。まあ、会ったところで結界すら張れない程度の魔力じゃないのと一緒だけどな。私のこと知ってるの？姫様のお顔を知らない人なんて魔界にはいませんよ。まあそういうことだ。どうしてここにいるかは知らないが、邪魔だ。ちょっと待ってよ、まだ私の質問に答えてないよ。あなた魔王候補なの？つい最近そんな知らせが来たな。だが俺には関係ないことだ。俺は魔界に帰るつもりも魔王になるつもりもない。どうもこうもそういうことだ。ちょっと待ってよ。姫
様、お許しになってください。どうして？彼は魔王になることを拒み、魔界からの使者を追い払ったのです。レニー、誰かいるの？うるさいのが一人で騒いでるだけだ。もしかして、双子？なるほどね。お城が襲撃を受けて、こっちに逃げ込んだってわけか。するために魔王様は私を人間界へ送り込もうとしていたのです。こっちに逃げたところで助かるとも限らないのに、魔王の娘のくせに浅はかだな。追われてて足を滑らせちゃったの。私だって人間界に来るつもりなんてなかったのに。ますますバカだ。ねえ、魔界に帰って。今魔界は混乱してるの。早く次の魔王を決めないと混乱は収まらないんだよ。嫌だ。ごめんね、僕たち魔界に帰る気ないんだ。こっちの暮らしが気に入っちゃってね。でも自分たちの故郷が大変なんだよ。しかも魔王候補にまで選ばれたのに、そんなの無責任だよ。無責任で結構。魔王なんてなりたい奴がなればいい。だいたい選んでくれなんて頼んでないからな。白状者、魔界を救ってくれなかったら、くれなかったら、くれなかったら。魔王候補にもなれず、さらに魔力を失ったお前に何ができるって言うんだ。こうしている間にもお城はおじうえによって乗っ取られてしまっているかもしれないのに。今は多分落ち着いている。なんでそんなことがわかるの？さっきまで人間界の空気も不安定だったが、今はすっかり穏やかに。どの世界も表裏一体だからね。一つの世界の揺れは全ての世界に影響するんだ。じゃあ魔界の混乱は収まったってこと？そう。いくら魔力が衰えてきたとはいえ、魔王の城の権威をそう簡単に落とせるわけない。姫様、よかったですね。これで魔界に帰れますね。もう帰っちゃうんだ。ちょっと面白くなりそうだったのに、残念。聖樹様、ちょっとお顔が近すぎます。姫様に対してあまり馴れ馴れしくなさらぬように。この猫ちゃんは小さい体でいっぱしのナイト気取りなんだ。何とでもおっしゃってください。姫様を守りするのは私の使命なんですから。
私、破壊には帰らない。姫様、もし帰るなら二人のうちどちらかを新魔王として一緒に連れて帰る。なんだ、へえ。魔界を救いたいの、パパを助けたいの。ねえ、魔界に戻って。断る。魔王の座に興味はない。そうだね、残念だけど。姫様、ここは私に任せてお帰りください。私は魔王様から直々にこの役目を仰せつかっているんですから。そうかもしれないけど、魔王候補にもなれなくて、城の襲撃からも逃げてきて、人間界でも何もできないなんて、私って本当に役立たずだよ。いいんですよ、そんなこと気にしないで。でもこのままじゃ私恥ずかしい。何でもいいから役に立ちたいの。姫様、優しいお気持ちは嬉しいですが、姫様に何かあったら、私は。ねえ、二人で盛り上がってるところ申し訳ないんだけど、帰り方は知ってるの？そんなの簡単ですよ。魔界の門があるじゃないですか。残念ながら、そう簡単にはいかないんだよね。ねえ、レミ。魔界の門は今閉鎖されている。え、どういうことですか？数日前からとある大物が人間界に逃げ込んでね。そいつは何かすごいことをやらかしたらしくて、天使たちが彼を血眼になって探してるんだ。ついでに人間界に住む悪魔を一斉に狩る。つまり悪魔狩りが始まった。そう思った臆病な輩はさっさと魔界に帰った。そして天使からの攻撃を避けるために門を閉じたってわけだ。魔界の中でも混乱が起きてるみたいだし、今天使たちに襲撃されたらあっという間だろうね。悪魔狩りが終わるまで門は開かないんじゃない？つまり君たちは当分は帰れないってこと。なんと。私、絶対にあなたたちを説得してみせる。そして、次に門が開くときには、一緒に帰る。姫様！それまで、絶対にここから出ていかないんだから！それって、ここに住むってこと？そういうことになるよね。可愛い顔して大胆だね。男の家に一緒に住みたいだなんて。そんな意味じゃ。真っ赤になっちゃって可愛い。いいよ、僕は歓迎だよ。魔界に帰るかどうかは別にして、女の子と一つ屋根の下なんて素敵だね。俺は反対だ。厄介な荷物を増やすだけだ。だったら今すぐ魔界に戻ってよ。嫌だ。じゃあここを出ていかない。迷惑だ。じゃあ戻って。嫌だ。なら出ていかない。しつこい。
ほらレニー、君が怖い顔して睨むからお姫様が怖がってるじゃないか。部屋も一つ余ってることだし、魔王の娘を邪険に扱うわけにもいかないだろ。それに悪魔狩りが始まったら一番に標的にされるのはこの子だよ。このまま放り出すの？姫様、門が開くまでの居場所は私が何とかしますから、出て行きましょうよ。部屋を用意してやった。来い。え？こんなものでいいだろう。なかなかいい部屋だね。お姫様好みなんじゃないのかい？どうしたの、お姫様。遠慮しないで入ってごらん。ここは君の部屋なんだから。誤解するな。お前の部屋じゃない。少しの間貸してやるだけの話だ。そんなの、分かってるよ。とりあえず、ありがとう。笑わないでよ。ところでそこの猫、お前の部屋はないぞ。私と一緒に寝ればいいよね。はい、それはもちろん。それで双方がいいならいいけど、君の容姿はちょっと問題だね。問題？この世界の動物は喋らない。お前が喋ってるのを見られたらたちまちパニックになる。こっちの世界の動物は喋らないよね。あれ？ご主人様のこと、もうちょっとしっかり守ってやれ。人型にはなれるんだろ？その方が無難だよ。はい、それはなれますが。人型？はい、正常化の住んでいるペットシーは自分の好きに姿形を猫にしたり人間にしたりできるんですよ。では、失礼して。こんな感じでいいでしょうか。尻尾は目立たないが、耳と羽が邪魔だな。すみません、これだけは消せません。まあ、許容範囲なんじゃない？ちょっとおかしな人くらいの扱いで済むよ。そんな。姫様？あなた、オスだったの？はい、そうですが。すみません。やっぱり一緒になんて寝ないんだからね。はい。ウォークインクローゼットなら空いてるよ。そこそこ広いし、そこでもいいんじゃない？
お気遣いありがとうございます。話がまとまったならもういいな。何かあったらすぐ聞きにおいで。姫様、大丈夫ですか？寂しくなってないか心配になって。本当ですか？聞いてもいいですか？何？私は姫様のそばにいてもいいんでしょうか？ここでは人型でいないとダメだ。猫の姿じゃないと私は姫様のおそばに置いていただけないんだよね。なんだ、そんなこと心配してたの？私には帰るしか頼る人がいないの。二人で頑張ってあの二人を説得して魔界を救おうね。姫様、よかった。もしも、もう用なしだって言われたらどうしようかと思ってたんですよ。私は、本当は魔王様の使い魔じゃないですか。だから、いらないって言われたら、すぐに姫様のおそばを離れないとならないんですよ。姫様、城からほとんど出たことなくて世間知らずだし、私がいなくなったらどうなってしまうかと。でもよかったです。姫様に味方が誰もいなくなっても、私だけは最後までおそばにいますからね。
姫様？すみません。これからあなたのこと猫扱いしてあげないからね。それって男として見てもらえるってことなんでしょうか。男としても何も男の人じゃないのよ。何ニヤニヤしてるのよ。分かったらさっさと出ていけ。はい、わかりました。姫様、おはようございます。おはよう。どうしたの？レニ様とセイジ様がこれを着てリビングまで来るようにということです。姫様だったら何を着てもお似合いですって。わかった、着てみる。はい。私、着替えるんだけど。はい、どうぞ。出て行きなさい。おはよう。へえ、似合ってるよ。制服なんて誰にでも似合うようにできてる。かわいいです。姫様とっても可愛いです。やっぱり姫様は素敵です。
これ、何の服なの？今日からお前を学校に連れて行く。学校に？人間の？僕たちも毎日何もしないで過ごすのはつまらないから、人間のふりをして人間界の生活を堪能してるってわけ。目の届く範囲にいないといろいろ面倒だ。すんなり転入できるように操作してる。さあ、朝ごはんは用意してあるからどうぞ。おいしいよ。食べてごらん。おいしい。パンにはジャムやバターをつけるともっとおいしいよ。早速夕飯から作ってもらうか。料理なんてしたことないよ。大体これって魔法で出したんじゃないの？魔法で出したものっていまいち美味しくないんだよね。やっぱり作ったものが一番だ。お城のキッチンにだってほとんど入ったことないのに。働かざる者食うべからず。嫌だったらさっさと家を出て行くんだ。食べたら身支度にしろ。急がないと遅刻。転入早々遅刻で叱られる君も見てみたいけどね。姫様、頑張ってきてくださいね。え？カイルは一緒に来ないの？何かあるの？ちょっと、いろいろやることが。うるさいだけだし、特に何かの役に立つわけじゃないし。そう言われてしまうと。じゃあ行くから。姫様、ご一緒できなくてすみません。姫様、でも気持ちはいつだって姫様のおそばにいます。困った時はすぐに私の名前を呼んでください。姫様、お別れが名残惜しいです。いい加減に。え？離れなさい。すみません。ここからは自力で職員室まで行け。俺たちと同じクラスに転入できるダンブルになって、
ちゃんと承知しない。ちょっと、いきなり放置しないで。ごめんね、悪いけど、邪魔なんだ。邪魔？コアラ！レニ様、おはようございます。今日私クッキーを焼いてきたんです。お昼に一緒に食べませんか？いらない。レニ様にいらないって言われちゃった。いやー、ずるい。私もレニ様に冷たい言葉を言われたい。聖女様、おはようございます。ああ、おはよう。今日も可愛いね。ああ、もちろんだよ。昨日約束したからね。聖女様、私とのお約束は覚えてます？君は明日だったね。大丈夫、忘れるわけないよ。そんなに呼ばなくても聞こえてるよ。ちょっとひどいじゃない。本当に置いてかれちゃうなんて思ってなかったのに。ああ、ごめんね。ほら、僕と一緒にいると君が危険だと思ってね。危険って何？僕のファンは熱烈な子が多くてね、僕と親しくしてるってだけでいじめられちゃうよ。ねえ、突然だけど聞いてもいいかな？どうしてそんなに魔界のために一生懸命なの？僕には人のために一生懸命になるっていうのがどうにも理解できなくてね。私は魔王になれないから。魔王の子供なのに魔力が弱いから、せめてできることをしたいだけだよ。魔王が交代したら君はお城から追い出されるかもしれないよ。それなのに？最後まで惨めな思いで出ていくよりマシだもん。君、もしかして本当は魔王になりたいの？考えても仕方ないから。考えたことないよ。考えたってなれないものはなれないんだし。諦めがいいんだね。諦めは良くないよ。だって絶対に二人のどちらかに魔王になってもらうつもりだもん。僕が魔王になったら君なんてお城から追い出しちゃうよ。仕方ないよ。冗談だよ。もしも魔王になったら君を王妃に迎えてあげるよ。
ねえねえ、もしかしてこれからお昼？誰？誰ってひどいな。同じクラスの天宮瀬名だよ。斜め後ろの席なんだけど気がつかなかった？悪いけど、今あなたとおしゃべりする気ないから。待ってよ。お昼だったら一緒にカフェテラスに行かない？ご馳走するよ。別にいいよ。本当？やった、誘ってみるもんだね。どれにする？何でも好きなのを頼んで。もしかして迷って決められないの？だったら僕と一緒にしようか。よかった、嬉しいな。美味しいから？ううん、君と一緒にお昼休みを過ごせて。みんな言ってるよ、すごく可愛い転入生が来たって。その割に誰も話しかけてくれないんだけど。話しかけたくても話しかけられないんだよ。君ってちょっと近寄りにくい雰囲気あるから。私って怖いの？そういうんじゃなくて、なんだろう、この世界の人じゃないみたいな、そういう雰囲気だね。ま、おかげでこうやって僕が独り占めできちゃうわけだから嬉しいけどね。見つけた。な、何？パンくずがついてたよ。柔らかいほっぺに触っちゃった。約束約束。あんまり人前でそういうことしないでよ。恥ずかしいよ。あ、ごめんごめん。何がおかしいの？いや、今のってまるで恋人同士の会話じゃない？なんか嬉しくなっちゃった。え、何言ってるの？真っ赤。結構純情なんだね。僕そういう子大好き。すぐ食べちゃいたくなっちゃうんだよね。からかわないでよ。昼休みが終わっちゃった。楽しい時間ってすぐに過ぎていくんだね。愛しい君との大切な時間も終わりだ。いいから手を離して。ねえ、転校してきたばっかりってことはこの町のことを何も知らないんでしょ？放課後案内してあげるよ。
ど、今日は帰るね。ああ、じゃあ明日は？ねえ、明日の放課後なら遊べる？明日のことなんて今から決められないから。ああ。姫様、お帰りなさいませ。姫様の大好きな、七色鳩は手に入らなかったので、鶏っていう鳥のパイを作ってみましたよ。作ったって、誰か？もちろん私ですよ。魔法で？いえいえ、ちゃんと手で。実は私、お料理得意なんですよ。田舎ではいつも作ってましたからね。へえ、猫ちゃんが作ったんだ。なかなか上手じゃないか。そうですか？見た目はともかく、問題は味だな。自信ありますから大丈夫ですよ。お夕食の時間になったら呼びますから。へえ、猫ちゃんもなかなかやるね。おいしい。ってことで、これから魔界に帰れる日まで私がずっと家事を引き受けますね。それはとっても助かるね。僕たちも楽できるし。ねえねえ。お前が一番助かったんじゃない。こっちのレシピを参考にして作ったんですよ。字はわからないので絵だけ見て作ったんですが、自信がないので姫様、お味見してください。いただきます。褒められたら調子に乗っちゃいますよ。やだな、姫様。お口にクリームがついてますよ。
自分で言えるから。あ、すみません、すみません、すみません。別にいいよ。私、なんてことをしてしまったんでしょうか。まさか、そんな姫様に接吻してしまうなんて。バカー！すみません。続きは本編で。待ってるから早く来い。